2022年7月、林投資研究所が自信を持ってお届けする本格的な学習コース、FAI 投資法マスタープログラムを開講。すべての講義を動画で好きな時に見ることができます。だから、いつでも参加可能。もちろん、個別の相談や質問にも講師が直接お答えします。8月14日まで期間限定で講義の一コマをノーカット無料公開中。こちらの期間限定動画へのリンクは下の概要欄にあります。株式投資虎の穴林投資研究所チャンネル、こんにちは、林智之です。今日はですね、プロはここを見る、株価チャートでわかること後編。昨日のね、前編ではね、すべてね、過去のデータだと。だから未来はね、わからない。ただチャートを見て、過去のチャートを見て自分の価値判断をしていると。これからの値動きに対する対応ですね、それを決めている、その基準を作るために見ているんだと、こういう原則をね、言いました。でもそれじゃ面白くないと、ね、当たる方法ないのかと、少しね、当たる方法という話をね、したいと思います。やっぱりね、限定する、条件をつけると、これがね、第一ですね。それから第二に、あまりね、短期間の動きに目を向けない。なるべく長期のね、トレンド。ここに目を向けた方が分かりやすいと。まあ、俗っぽく言うと当たると。こういうことが言えますね。例えばですね、ファーストリテイリング。ユニクロのね、運営会社ですね。こういうところは注目度が高い。海外の投資家も売買していると。だからね、いろんな情報に対してね、敏感にみんな動いてね、どん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 ね、動いてきます。柳井さんがこう言ったとかね、業績がこうなりそうだ、ね、いろんなね、憶測だけでね、スッと動いたりね、非常に過敏ですね。まあ、これに対してですね、定位株ですね、人気が剥げ落ちている状態、安値圏にあるもの、こういうのはね、チャートの予測がしやすいんですね。でもね、やっぱりこう市場の人気がどうなっていくか、なかなか読めないんですけれども、値動きについていくと、こういう感覚で見ていると非常に楽ですね。つまりどんな場面でも当てるっていうことではなくてね、こういう条件が揃ってこうなった時にポジションをこうやって取るんだと、非常にね、狭い範囲にですね、決めておくとですね、これは非常に実践的だし、ある意味ね、当たると言えるようなね、やり方がね、生まれますね。その一つがですね、月足で長い期間を見て、で、安値圏からですね、スッと立ち上がって、トレンドが変化していく点、兆し要線というのがありますね。安値に来てね、動きが小さくなってね、誰も見向きもしないからね、ぐじゅ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 してると。そこからスッと要線が立った。これはね、長期トレンドがね、上げに変わっただろうと、こう判断するわけですね。図で示すとこんな感じです。こうやって大きく下がって、安値圏で小動きになってると。もう枯れた状態ですね。そこで、ポンと陽線が出た。これがね、兆し陽線ですね。もう長期トレンドがね、上向いた。しばらくは上げトレンドだろうと。じゃあ、押し目買いに徹しようと、こういうね、戦略が出てくるわけですね。バリュートラップというのがあってね、明らかに割安だと、ね。この会社がこんなね、安いところにいるのはおかしいと。おかしいと言ったってね、それがね、マーケットの価格、ね、現実なんですからね。だから、ただ安いものを買えばいいと。こういうことではないわけですね。最終的にね、市場の人気なんですね、結局はね。だから、値動きについていくと。この一つがね、兆し要線ですよ。兆し要線を見て買えばいいと。動き始めた電車にそーっとね、スムーズに乗ればいいと。こういうことですね。実際の例もね、見てみましょう。こちらどうぞ。こういうふうに大きく下がりました。行ったり来たりの底練りが何年も続いています。そしてね、最終的に枯れてこの辺でね、非常に小動きになっています。そこからじりじりじりっと上がった。もう明らかにね、トレンドが変わっていると。こういうのが兆しですね。
で、押し目買い、押し目買いがうまくいくと。これがね、理想の形ですね。もう一つね、事例を示したいと思います。こちら、ご覧ください。これ、私たちが最近ですね、買い選定した銘柄です。こういうふうに安値で行ったり来たりしていると。で、それほど長い期間ではないんですけれども、非常に小動きになった。そして、この陽線ですね。わかりやすくズバッと傾向の変化が現れたという感じではないんですけれども、これ、兆しと見て良さそうだな。こんな感じですよね。実際に私たちはこの陽線を見て、業績の変化も見て、いいんじゃないかと言ってですね、買い選定しました。はい、このね、定位株のやり方、ね、はっきりこう、ルールがね、29あってね、わかりやすくまとまっております。林投資研究所で、わかりやすい本とかね、それからセミナーとか、いろいろやっております。ぜひね、また覗いてみてください。最後までご視聴ありがとうございます。